こんばんは、渡辺瑞香です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2020年3月21日ですが、あと、15分、20分ぐらい経つと22日になってしまいます。今回シェアさせていただく記事は、体の絵だと直接関係はないんですけれども、ちょっとツイッターを見てみましたら、これはすごいって言って、この記事を流してくださった方がいて、私も何だろうなと思いつつ、訳してたら結局最後まで訳してしまったんですね。で、これはあともう一言、最近のその動画で申し上げてるんですが、ちょっとね、マイクの音量の調整などに最近手こずってまして、音声がお聞き苦しいところがありましたら、ちょっとご容赦願います。ということで、こちらの記事は新型コロナウイルスに端を発して、今、米国の経済がどうなりつつあるのかということを示した記事で、その、経済の全部ではなくね、ほんの一部ですけれども、表した記事がありましたので、ちょっと私も何だろうなと思いつつ、と思いながら最後まで訳してしまいましたので、シェアさせていただきたいと思います。新型コロナウイルスといえば、今ね、全世界の最大関心事と言っても過言ではないくらいです。ただ私、経済には明るくないので、この記事を訳した後にも、その自分自身の、見解っていうのは、ちょっと申し上げるのは差し控えさせていただこうと思います。ということで、こちらの内容、それほど長くはないんですけども、こんな感じで続いています。で、これね、何の件数が伸びてるんだろうっていう感じなんですけど、この今週はこんなに数値が伸びてますよみたいなことを言ってるんですけど、これ何の数値かと言いますと、こちらですね。The staggering rise in jobless claims this week ということで、2020年3月19日に書かれた記事になっております。では、早速、この見出しから内容に触れていきたいと思います。今週の失業保険申請件数が驚異的に増大。つまり、失業した人がたくさんいらっしゃるということになりますね。2020年3月19日付の記事になっております。これはアメリカの記事ですね。労働省により木曜日に発表された件数は、この件数というのは、この件数ですね。失業保険申請件数、この件数が、その後のデータの予備分析とともにとも同じく、その後のデータの予備分析とも同じく、新型コロナウイルスが米国経済に身震いするほどの停滞をもたらしていることを初めて確信させる形となった。政府の報告によれば、最初の失業申請件数は先週が28万1000件で、前々週の21万1000件から急激に上昇している。最初の申請件数が7万件もの増大を見たこの結果は、2008年の金融危機の間およびそれ以降に発生したいずれの週ごとの動きよりも大きいということですね。2008年よりもちょっと大きなことになってますよということです。この件数から見たらですね。しかし、この数字はあくまでも先週の経済状況を反映したものであり、米国経済の急降下を控えめに述べた数値といえる。15週からの今週の予備情報報告によれば、来週の最初の申請件数は、以前にはなかったレベルで急増する可能性が高いことがすでに明らかにされている。早くもコロナウイルスの大流行が定着し、深刻な影響を及ぼしているワシントン州ではですね、ワシントン州ではこの数値が特に顕著である。そこでは、失業保険申請件数が先週の時点で倍増し、今現在は前回の景気後退の底にあった時期に記録されたレベルになっている。ワシントンは学校やレストランの閉鎖、大きな集会の禁止など、他の多くの州よりも1週間ほど先んじて封じ込め対策を課していることから、特に重要事例の検討対象となる。これ違いますね、対象は。 すいませんね。こちらの対象ですね、対象となる。他の州の労働市場もワシントンと同じ道をたどる可能性が高いと考えられる。ワシントンは最近の正式な数値を明らかにはしていないものの、州政府高官によれば、先週の申請件数の上昇率が150%であり、今週はさらに激増しそうだとの見方を示した。また、火曜日の電話での問い合わせ件数が8倍を超えるほど押し寄せたという。チャートにも示される通り、失業保険申請件数が州の大半で急増している。この数値は失業保険給付金受給のために新たに申請した人数を統計した州の
失業保険事務所から提供されたものである。このような週ごとのデータ報告は通常は無視されることが多いが、今回は月ごと、もしくは四半期ごとではなく、週ごとの状況を詳細に提供する情報として、経済のターニングポイントの際は厳密に監視されている。このような数値は早急に出され、わずか6、えー、6日後に堅牢な6日後には堅牢な数値として提供される。大きな事態が明らかになった。コロナウイルスの履歴を記事にすると、景気の下降が始まったのは3月初旬であったと言える。しかし、このような公式な数値や各州からの予備報告は正確な兆候を示すものとして捉えてはいけない。これは混乱している最中の事務所、または休業中の事務所に寄せられた電話、もしくはパンクしたウェブサイトへの問い合わせなど、裏付けの取れない数多くの数値があるのだ。公式のデータは提出された申請件数に基づくものであり、今後申請する資格があるものや、申請しようとするものの人数を考慮すると、これよりもはるかに大きな数値になることが考えられる。この失業保険申請の明確な上昇率は、今回の景気後退が尋常ではないことを示している。通常の景気後退では、通常、普通、景気後退って言っても、通常の場合のですね、今回のは異常だということを言いたいわけです。通常の景気後退では、経済が数ヶ月という期間の間に徐々に後退し、失業率も各々の雇用主がですね、雇用主が、自身の事業への影響を考える余裕があるほど、はるかに長い期間をかけて上昇するものなのだ。最初の失業申請に見られる上昇率は数ヶ月を経て広がる傾向にある。これは通常だというわけですね。で、今回はこれとは異なり、州政府の指示により多くの事業が閉鎖になり、異常なまでの急速な下降をたどっている。失業申請件数は急速に上昇し、極端に大きな数値を叩き出している。通常であれば数ヶ月分の失業が数週間の間に起きているのだ。自分の州で起きていることを観察しつつ、この数値が先週の展開を示す数値であって、ほとんどの州では今週にもさらに過酷な経済生活への変化を余儀なくされたことを心に留めておく必要がある。前回の景気後退は2007年12月に始まり、その後半年間は明けてからもなお、経済が景気後退に入ったかどうかを議論する経済学者もいたのだ。つまり前回はそれくらい余裕があったというわけですね、今回に比べて。で、今回はそのような議論の余地はないというところで記事は終わっています。ちょっとね、細かいチャートを飛ばしてしまったんですけれども、この記事貼っておきますので、興味のある方は、こんな感じでね、申請件数が伸びてますよということが示されたチャートが載っています。で、私は経済は明るくないんで、ちょっと経済のことはコメントは差し控えさせていただきますけれども、今回のこの、異常だっていうのは分かるんですけども、私が体感するに、毎日ね、会社に普通に今でも行っているんですよね。で、若干オフィスの中がちょっと静かになったかなっていう感じはあるんですけども、相変わらず仕事が来てですね、社内にちょっと私のところにこれ以上仕事を寄せてくれるなみたいなメールをね、社内に先週もしたばかりなんですけど、だからあまりさほどは実感が湧かないものの、やっぱり電車がちょっと空いてきたかなっていうのはちょっと感じるところもあって、私は10時出社なんでね、9時出社の方はちょっとよく分かりませんけれども、電車内がちょっと空いてきたかなっていう感じだけであって、自分自身がこの会社勤めしてて、特にものすごい影響を受けてるっていう実感はまだ正直ないんですよね。すると、今回のコロナって、健康な人間までバタバタ倒していくほどのものというよりは、よくね、記事の内容とか見ていますと、そもそも持病があったとか、ご高齢であったとか、そういう方たちが亡くなっている事例、お亡くなりになっている事例っていうのがあって、1回は入院しても退院された方もたくさんいらっしゃるようですし、だから本当に疾患としての、規模がどのくらいなのかっていうのはね、ちょっと言い切れないところがあるものの、経済に及ぼす影響っていうのはね、これは今日見てても、ちょっとこれはすごいことだなというふうに、感じさせられました。ということでですね、あんまり多くを語っても、私はちょっと経済のことはちょっと
ね、ましてやこれがこの日本にどういう影響を与えるかとかね、そこまで全然私自身見通せませんので、コメントの方はこの辺で差し控えさせていただきたいと思います。ということで、ちょっとね、たまたまこの記事が目について、気づいたら全部訳してたんで、今回シェアさせていただきました。それでは、今回のことはそれにしてもね、軽く見てはいけないと言っても、健康面ではね、やっぱり手洗いうがいとか、あと免疫力を日頃からつけておくとか、そういったことでね、健康は守ることができますので、お互いね、あと、眠れる、休息を取れるときはしっかりと、休息も取られて、これをね、乗り切っていきたいかなというふうに思います。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。